エスペナウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のカッセル郡に、属す、町村である。エスペナウは、カッセルの数キロメートル北、フェルマーの北に隣接し、南西のハービヒツバルトと北東のラインハルトの森戸の、間に位置する。この町は最高海抜280メートルの高さの、高地に位置し、古田川西岸の支流エスペ川やギーメル。 川南岸の支流エッセ川が流出する場所である。エスペナウの集落は互いに密集して存在しているが、それでも町内には多くの自由地がある。方園キルヒエンの北外れにエッセ川の水源である池がある。シュタウフェンベルクを含む森やブラント森林地域及びグロケイン池が町の西部に連なっている。町の北部には広い草地や高地が広がっている。 エスペナウは、北は、インベンハウゼン市、東は、フルダタール、南は、フェルマー市、南西は、アーナタール、西は、カルデン、北西は、グレーベンシュタイン市と境を接する。エスペナウの地区は、以下の通り。エスペナウの町議会は、23議席からなる。イムスと、子供村との姉妹協定は、この町にとって、特に重要である。イムスとは、ヘルマングマイナーによって、 最初に設立された子供村である。エスペナウのこの協定は自治体が子供村と締結した最初の姉妹協定である。メンヒエホーフ地区にはカッセル・バールブルク・ルール地方を結ぶフリードリ・ヒビロヘルムス北線の駅がある。ここからシュペーレで直接派でカッセル鉄道に乗り入れる路線が計画されており、貨物列車はカッセルを迂回することが可能になる。エスペナウの住民は 無料のバスシステムを利用することができる。運賃の代わりに公共施設への寄付が求められる。エスペナウ近郊に位置するラインハルトの森はこの地方の重要な行楽地である。ありがとうございます。